ということなんですが、これはですね、若い人に言いたいのは、投票所には行かないからです。これは、ね、システムだからちゃんと行ってね、入れる人がないなら白票も入れてください。要はもう誰も選ぶ人がいない。でこれは白票を入れるっていうのは大きな国民の権利としての意思ですからね。要はそうすると立候補してる人が全員ダメっていう意味ですから、もう共産党から自民党まで全部ダメっていう意味が白票なんです。こういうことですね。もうそこに自分の名前が出たらあかんの。それは無効やから、そんなやつはおらへん。その無効にしてしまったらそれはもったいない。で危険はもっともったいない。だから行って白票を入れるっていうのはもう明らかな民主主義の中の国民の持っている権利の意思ですから、それはぜひ行使してもらいたい。そうするとね、そして選挙管理委員会がいわゆる選挙結果を発表するときに、得票数を高い順番から言うところ、おそらくね、白票が一番高くなる。そしたら一番がどうなるかと、白票100万票とか出るわけ。そう。で、人で選ばれたものの一番は10万票とか、こういうことになる。そうすると、立候補を今してる人たちも、いわゆる自分たちがどの程度の評価なのかってことが分かるわけですね。そして今のこのやり方がいいのか悪いのかは立候補してる人も分かってくるわけですよ。でこういうことを具体的に民主主義の中のこの民主主義の中のこのシステムの中で行動としてやりましょう。こういうことをみんなに僕は呼びかけた。でそのことによって必ず日本は変わっていく。で日本が変わるってことが世界が絶対変わる。それはもう間違いないことなんですよね。あのね、例えばこれはまあ村尾先生教育者だからこれはもう昔からよく議論してることで専門なんですけど、日本の教育っていうのはね、基本的に武士道の教育なんですよ。でこれ小学校の頃から僕は遅刻をしてて、ね、で校門のところでいつも怒られてた。なでこういう人間ですからね、怒られれば怒られるほど遅刻をするというのをやってたんですよ。で、会って校長先生が宮門のところで待って、僕は中学の頃かな、なんかあって、そのすごいあったけども、でそれで、ごく最近なんです。60超えたぐらいの時にふっと気がついて、なんでこう、その授業が始まる、まあ、朝の8時半なら8時半に先生が皆門のところに並んで、子供を迎え入れてるか。そして、時間が来たら門一旦閉めて、遅刻したらもう別のところから入れて、なんで遅れたっていうことを聞いて入れる。なんていうバカなことをやってるんだっていうふうにずっと思ったら、60過ぎた時にふっと気がついた。これね、そうか、武士道の第一義っていうのはね、これ遅れを取るなんです。もうね、遅れたやつは武士ではないね。その一番情けないことは遅れてしまうことなんです。だからこれをね、義務教育の中で学校はやってるんですね。だから遅刻っていうのはもう要は遅れを取ってるからもう話にならないってことなんですね。でこれは男の子も女の子も武士の教育を受けてるんです、この国は。だから武士として育てていこう。これが日本の義務教育の中の基本なんです。でもそれを言うてくれんから、ただ遅刻してるからって言うと怒られたって、それどうしたみたいな、授業料はこっちが払うとか違うのかそういうことになってしまうんですが、実はそうではなくて、お金の問題ではなくって、要はお前たちは武士として大人になっていくんだよって、その時に遅れてたのではもう話にならない、だからここが大事なんだよってことや。そしてね、成果はちゃんと上がってるんです。世界でね、国家間で約束をして守る国ってのは日本しかないって言われてる。世界中が約束をして、もう絶対相手の国って守らない国がほとんどなんです。そうでしょ、もう決めたことを守らないじゃないですか。1965年に決めた話を今頃になってもまだ蒸し返してきて、もうこれは重箱の隅に続いてるとしか思えないんですよ。そのやる国がありますよね。だから例えば中国から習近平さんがアメリカに行きました、なんか旅客機を
何百機かオプションして大阪ね、すごい中国がすごいなって、あれあと調べてみたら一機も買うてないよね、オプションしただけでその何だと、こんなことで世界は全部できてるの。いや、やっぱり日本は武士の国ですから、そういうことは首相が何も変わろうが、与党が野党に変わっていこうが、政権が変わっていこうが、前政権の約束したことは絶対守ってきますから。こんなことができるのは日本だけです。要は武士道の教育っていうのはやっぱりそういうことであります。でなおかつそういうものが、じゃあ武士道の教育は日本人にしかわからないのかというと、そうではなくって、例えば僕がうちの家元から言われて読んだんですけどね、ワンピースってのを読んでくださいって。ワンピース、あれね、ワンピースが世界中の人が読んでるんですね。読んで結構世界の若い人がワンピースを読んだって。で、あのワンピースの内容って何だって、あれ武士道ですよね。確かに武士道。要は世界の人たちも武士道というものを、武士道という言葉は使ってないからね、あれですけど、内容は全部武士道なんですよ。だから日本人の基本的な武士道の考え方っていうのは、世界の若い人たちが理解する要素があるってことです。あのワンピースをあれだけ熱狂的にみんなが読むってことは、だから日本がやる教育のやり方っていうのは全然、なんていうんですか、ハーバードと東大を比べて日本の大学は100倍以内に入ってないとかね、そんなつまらない話じゃない。あんなものはシステムが違うだけの話で、ね、違うんですが、やっぱり日本の基本的な義務教育の中にある考え方ややり方っていうのは、世界の人たちにやっぱりやるべきだ。世界の教育に対してこういう日本の教育のシステムをちゃんと取り入れなさいということ で、特に例えばスタンの国がありますよね、ウズベキスタンとかカザフスタン、今もタリバンの入ってアフガニスタンとか、まあそこには文的にもでも、スタンの国ってほとんどが親日の国なんです。そのでウズベキスタンなんていうのは特にやっぱり日本の教育にすごい影響を受けて、ウズベキスタンの人たちの教育をやってます。カザフスタンもそうです、やってる、実際やってる。それでそのウズベキスタンの教育大臣かなんかですがね、今中山京子さんっておられたでしょ、その3人間、あの人はもともとウズベキスタンの最後の大使だったんです。でもいわゆる北朝鮮の拉致問題の担当に なるべく官僚として戻されたんです。で戻っていくときにウズベキスタンの大統領のところに信任状を返しに行って、帰国命令が出たので帰りますというときに、たまたま教育大臣と一緒だになられた。そのときに教育大臣が、大使お帰りですかって、そのね、非常に残念ですね、だけどその日本とウズベキスタンはね、すごい大事なその関係がある国で、それでその